しょうもない話をだべっていきます。ダベリズム、今日もだべっていきましょう。マナミズムの矢沢です。表か裏か選ぶんだな。ピン、うん、ドーン。山本です。かけるつもりなかった。もともとピンでピンでピン、うん、グッ、いいね。はい、じゃあね、今日も始めていきたいと思うんですけども、今日はね、お便りが届いております。ないんですけど、はい、よかったや、別に届いてないです。お便り待ってますからね、本当お便り待ってますから、お願いしますね。届いた手でやってるんでしょうね。はい、お便りが届いてるんですが、はい、お好み焼きが好みでない場合、それはお好まないお好み焼きだと思うんですが、どうですか。どうですか。私が悪いんですか。もうその分がおもろいわ。切れてますからね。私が悪いんですかって言ってるもん。確かにそうよね。お好み焼き好きじゃない子からしたら、お好まない焼き、お好まない焼きやん。お好まない焼きですよね。勝手に好み決められたもんやもん。確かにね。それはでもあなたは悪くないよ。これを言ってくれてる子は悪くない。私が悪いんですか。お好み焼きって言ったやつが悪いよ。確かにね、うん、だからでもだから自分が好きなもん入れたらいいやん。まあ、そういう方向性で最初からお好み焼きやろうな、多分な。好きなもんを入れてもう何でも美味しいよ、お好み焼きやと思う。やろうな、うん、ルーツは気になるな、お好み焼き。お好み焼きのルーツ何なんですかね。あのルーツもの知りって言ったら山本先生は。確かにね、ルーツといえば俺だからな。ルーツスペースって言うのも山本出てくる。はい、出てきませんよ、うん、はい、ツイッター出てこないですからね。ツイッター出てこないですね。ツイッター出てくるのはマナビズム山本で調べるんですからね。ややフォロワー増えました。いやいや、あの動画、前の動画やってからややフォロワーは増えましたけど、ね、生徒じゃない学校から。そうそうそう、生徒じゃない学校から増えた。多分な。あ、そうなんだ。多分知らん子、多分知らん。言ったらもう絶対県が他府県の子みたいなっぽい子がおったから。へえ、嬉しいですね。それは嬉しい、めっちゃ嬉しいですね。ぜひともね、僕たちと一緒に勉強したい場合はですね、学びずには多分来れないと思うんですけどね、ダベリズムのタイトルちゃんは火曜日に僕ら出向してますので、そうですね、そこでお会いできたら。そうなんですよ、その授業の味でおもろいこと言ってますもんね、彼は。抑えめやけどね、一人やしね、ツッコミ役が俺。確かにね、はい。お好み焼きね。お好み焼きのルーツですよね。ですね、はい。難しいこと言うな。いや、自分で振ったやん、今。難しい。お好み焼きやろ。お好み焼き、お好みやか、まあ、好みのものを入れてたわけよ、最初から、うん、ただ、好みのものを入れてたら本当は今でこそ、まあ、好きなもの、肉、豚玉とかね、いろいろレパートリーがあって好きなもの入れてるけど、最初そうじゃなかった。そうじゃなかった。最初は、すごい、ツーにしか知られてない、めちゃくちゃレアなと思う。もう、全員が食べれたわけじゃない、うん、今やったら誰も食べれるよ。ごく限定された人にしか振る舞われへん人、料理、お好み焼きが。どんな人だと思う、その限定された人って。そうですね、分からないのな。分からないですね。ブチギレしてる人だけ食べてる。ブチギレしてる人だけ食べてる。怒ってる人に振る舞われる食べ物。怒る、お好み焼き。オンリーオーク。英語ではだからお好み焼き。オンリーオークを焼き。焼き。日本の焼き。焼き。オンリーオークを焼き。っていうか。なるほどね。お好みです。なるほど。それが。オンリーオークを焼きが主語の時はね、統治しますからね。英語講師見せてきましたね。統治しますからね。オンリーオーク。オンリー文頭に来た時ね。はい。疑問文の主語。はい、それではね、今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。登録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 
ークイーン。